ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都大田区のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、ソニー HDR-CX680。ビデオカメラが故障し、電源が入らなくなってしまった状況です。データ復旧処理を行い、2時間53分の動画データ 100% の復元に成功しました。